どうも森島和樹です。言うてありますけどね、いやはやいやはやですわ。生まれました、2人目。可愛かった、可愛すぎたな。もうね、言葉にならなすぎて、もう言葉が出なくなりました。はい、出なくなるんだな、出ないんだな。言葉って出なくなるんだなっていう。だからまあちょっともうね、テレパシーでこうガーってね、念を送ってこう伝えるしかなくなったんですけどね。まあちょっととしばらくはだから声が出ないんで、言葉にならなくなっちゃったんで歌えなくなったんですけどね、だからちょっとまあただお金が欲しいですね。とりあえず、お金が欲しいね。あのご祝儀ってやつ、ご祝儀ってやつだよね、欲しいね。いやもうコロナでね、もう仕事もあんまないからさ、まあお金欲しいよね。3000万とりあえずかな。これは言葉にしないでよかったかもしれないな。伝わってるかわからないけど、まあよろしく、グッドボタン、チャンネル登録、皆さんよろしくお願いいたしますね。幸せとね、お金はね、共有していきましょうね。たたた言うてはりますけどね、金欲しいということで、皆様茶番に付き合っていただいてどうもありがとうございました。森島和樹です。たたた、いや生まれました、生まれました。いや無事ね、立ち会いもして、もう幸せな光景でございました。あの出産のあの瞬間っていうのは、もうあの感動はあの瞬間にしかないですね。もうパーってなんかこう光がパーってなんか鳴ってるような、あんなんかそんな感覚がありました。まあね、コロナで、産婦人科には僕しか行けないんですけどね、僕の親族息子でさえ行けないんですよね。僕しか、まあ時間も限られて、しか行けないで、しかも抱っこできないっていうね。立ち会いの時は抱っこできたけど、なんかね、窓ガラスの向こう側の、第二次の息子次男を めでるしか、こう めでるしかできないんですけどね。まあ今日も行ってきましたよ。まあ数日後にはね帰ってくるんでね、その時はもうちょっちょちょっちょしまくってやろうと思います。やっとにもかくにも本当に命がけでね、嫁さんもね次男も産んで、そして生まれてくれました。無事生まれることを祈っておりますというたくさんのね、メールエール届いておりました。本当にね、皆さんの、おかげでございます。こうやって無事生まれたことも、まあね、新しい命、ともども森島ファミリー、今後ともよろしくお願いいたします。いや本当によかった。よし、ここから親父も頑張っていこうと思います。どうもありがとうございました。森島和樹でした。たたた、あ、違う、たたた。